リアルでね、超普通に生きてんだよね。実際俺そう。お前影響力考えろとかさ、お前文句言いすぎてリスターなんとも思わねえのとかさ、みんなもなんとも思ってないし、リアルでは俺は超まとも。カタカタね、コメントで文句言ってるお前より超まともに過ごしてる気がする。リスターもう本当に何も思ってない。そうだよな、不思議なもんだよな。悲しい世界だよ。裁かれる人がいてもいいのに。気持ち悪いこと言ってる気がする俺。裁かれる人、裁く人がいてもいい。この僕が新世紀の神となる。はい、オフェンス占い師担当者傭兵、今日試合で初めて 人形チームメイトのね役職を読んでしまった。初めて今日多分。それはずっと違う世界でプレイしてた気がするわ。今目が覚めた。なぜならコアコーラ全部飲んだからだ。目がシャキ、目がシャキね。1回だけ飲んだことある。めっちゃ眠たかったよ、夏季講習で。あ、板着ててナイス。あれどんな味が忘れたな。メガシャキ。ウコの力は出張者が中国に来た時に飲むんよ。お酒飲む時に。弱かったら飲まんでいいじゃないかい。こっち飲んだ、おめえと一緒に飲んだ。俺ビール好きじゃないんすよ、お腹にたまるしさ。でもなんか一回さ、なんかみんなとりあえず生でとさ、あと日本語通じるからさ、中国の居酒屋、日本ね和食で、俺がちょっとさ飲みたくないからさ、なんやっけ、もうとりあえずさ、もうやだこれ、やだもうもう気持ち丸見え。冷蔵庫に何ヶ月ものメガシャキある。すごいな、それは。それはすごいわ。触りたもう、守りたもう。今ケイさん遅かったね、反応が。ケイさんらしくねえじゃねえか。俺はもうあいつに任せてたよ。まあでも俺の角度は 見えてたもんね。え、すぐ解読すんの？追われるぜケイさん、死ぬぜ。死んだね、もったいない。魔女のここが強いよね。ちょっと遅れたやつを狙うみたいなさ、そんな感じだよね。あ、ボイツだったら全部、ボイツだったらね、俺も指示してちょっと2回行こうぜってね言ってるわ、うん、あそこはちょっとあれだよね。何シーズン、シーズン2か3からかな。今日の K さんは一味違う。まあ修行終わったらしいんで、修行終わったらしいです。ナイス救助。まあ、ダブルダウンせん方がねいいからね。で傭兵多分ペロペロするんで、ペロペロ規制するんで、で傭兵が俺の送る。おっと、これ規制するチャンスも与えないかもしれん。傭兵がもうすぐさま跳ねたかもしれんって言った瞬間に規制される。これどういうことかというと、俺が規制したいそのタイミングとハンターが規制したいタイミングがもう合致するんよ。ということは俺魔女使いとしてすっごい上ってことだよね。お、これ規制できてないタイミングって言ったら魔女もずっとくっついてるんで、ちょうど俺がそれ言った瞬間に規制できてるから、もうやっぱり俺が規制したい時なんですよそれ。わかるかに、なんで暗号機すんでめかによって言うんだ。フォロー行くぜ、フォロー。青木先行、青木先行、ドーン。ああ、わお、僕が9、4。危ねえ、文句言うとこだった。今めっちゃ出てた、今。めっちゃ出てた、口で。でも、傭兵で止めたの。偉すぎる！偉すぎるよ、俺。めっちゃ出てた。もう、その傭兵の後に、エアとして出した、エア。わかるみんな。傭兵の後になんか、やべえ文句がどんどん出てた。でも、俺は傭兵で止めてた。俺、すごー。エラ。え？袋近っ？どこ？袋近っ？近っ？板あるところ行ってね、みんな。板あるところね。はい。ちょっと規制バッパが見てるから。まあ、困ったら工場ね。はい。怖い、このハンダおる、なんで全員来るん、怖っ。バッパおるよ、バッパ来るよ、気をつけてよ。こう脱落した人はもうダメだよ。とりあえず俺の規制引っ張っていくよ、遠くに。で、板のとこにいると絶対大丈夫。で、先に倒しておくよ。もう終わってるから試合。チェイスする必要ないよ。もうこの状態だったらもうチェイスないよ。もうとりあえず息気を抜けたやつが一発でダウンするだけ。もう板倒しておく。あとのんびりやる。魔女がどうしようかな。魔女が降参するまで楽しんじゃってもいいっすよね、これね。ちょっとみんなでやっちゃう。みんなで魔女が降参するまでやっちゃう。もう傭兵出ちゃったじゃん。やっちゃう？見たい。あ、ケイさん奥におるね。まあ一匹でしかおらんしな。ねえ、捜査班以外行ったら終わりやしな。もう交差でいいんじゃない？ちっぽけなプライド捨てようや。ちっぽけなプライド見てる？うん。